アンテナを高くして、いろんな事業に積極的に応募したいという町の姿勢です。導入されて、その後の学校で事業を進める上でどうかっていうところでは、学校はそれぞれ努力しますけれども、その申請段階では町が積極的に取り組んでくる。の量を蛍光灯の本数で表してくれたので、すごい分かりやすかったです。水のプロジェクトという事業がありました、はい、そちらに応募して採用していただいたということです、はいはい、災害に強い街づくりを行っていく、そのために情報も全て学校を起点としていろんな仮説だったり、近隣住民のところにも情報が行くようにというシステムも出来上がったんです、はい、いろいろ支援をいただくっていう形がとても新地町は多いです。3年生、4年生には全員 iPad だし、5年生、6年生にはタブレット PC、シェルワンという Windows のコンピューターなんですが、それも5年生、6年生に80%。なんかこう情報を共有するってこともできますですね。はいはい。ああ、素晴らしいですね。全て無線 LAN でつながってますので。これ新地町の子どもたちの特徴と、奥ゆかしいというかそうなんですが、はい、少し人の前ではなかなかこう人間関係を作るのが苦手な子どもたちが多いので、そういった伝える力を ICT を活用しながら育てていきたいというのが町の願いだ、はい、どうもありがとう。